ジャリル・オカフォーはアメリカ合衆国入りの一州シカゴ出身のバスケットボール選手。211センチメートル123キログラムのセンター。NBA 日本公式サイトではジャリル・オカフォーと表記されている。ナイジェリアからの移民である父親とアフリカ系アメリカ人と白人の血を引く母親の間にアーカンソー州フォートスミスで生まれた。 アーカンソー州とオクラホマ州の宗教にあるオクラホマ州もヘッドで母親と共に育ったが9歳の時に母親が帰還支援から肺炎となり2週間で死亡するとシカゴに住む父親の下で暮らすようになった2012年のバスケットボール U-17 世界選手権では金メダルを獲得オカフォーは MVP に選ばれた 2013年のバスケットボール U-19 世界選手権でも金メダルを獲得した。高校の最終学年で、オカ・フォーはパレード、USA Today、マクドナルドから全米最優秀選手に選ばれた。2013年10月、進学先をベーラー大学、デューク大学、カンザス大学、ケンタッキー大学の4つの中に絞ったことをオカ・フォーの父親が明かした。 同年11月、デューク大学への進学を決めたことを、岡方本人が公表した。デューク大学では2014から2015シーズンのアトランティックコーストカンファレンス最優秀選手及び全米の最優秀新人選手に選ばれた。また2015年の NCWA オールアメリカンファーストチームにも選ばれている。タイアス、ジョーンズ、ジャスティス・ウィンスロー、 グレーソン・アレンと共に NCWA トーナメントで優勝した。2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズから全体3位という高評価を受けて指名された。7月6日のサマーリーグで20得点を記録し、デビューし、7月7日に2年契約とチームオプション2年付随の契約を結んだ。 2015-16シーズンの開幕戦となった10月28日のボストンセルティックス戦で26得点7リバウンド2ブロックの記録を残した。以降、同シーズンは苦しいチーム事情の中、中心選手と活躍し NBA オールルーキーチームのセカンドチームに選出された。しかし、翌2016から17シーズンはジョエル・エンビードの台頭。 ダリオ・サリッチの加入などもあり、出場機会が減少。2017年10月31日には、セブンティー・シクサーズから2018から19シーズンの契約を更新しないことを通達された。これに対し、オカフォー側はセブンティー・シクサーズにバイアウトを要求したと報じられた。その後、12月7日にブルックリン・ネッツへの移籍が決定した。 2017から2018シーズンオフに FA となりニューオーリンズペリカンズと契約した。2020年12月1日デトロイトピストンズと契約した。2021年9月4日セクドゥムブヤと共にデアンドレ・ジョーダンと引き換えにブルックリン・ネッツに放出。9月9日、ネッツはオカフォーとの契約を解消した。 NBA 選手のエメカオカフォーの遠い親戚にあたる。ありがとうございます。